ケイニー・ジマーマンは、主に1910年代に活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手。主なポジションは二塁種、三塁種、ニューヨーク生まれ、右投げ右打ち。愛称は、ザビックジム。1910年代にナショナルリーグで、首位打者1回、最多本塁打1回、リーグ最多打点を2度記録した。父は、ドイツ移民で、 1887年に12人兄弟の9番目として生まれる。1907年に当時優勝争いをしていたシカゴカブスに控えのない足として加入、ワールドシリーズ連覇を経験した。三類のレギュラーとなった1911年以降は打率3割前後、25本以上の二類だと2桁の三類だを毎年コンスタントに記録した。特に1912年は打率。 372を記録するとともに、リーグの最多安打、最多二塁打、最多本塁打を記録している。1916年には、シーズン途中で、カブスからジャイアンツに移籍するも、シーズンの通算打点83はリーグ最多であった。ジャイアンツには1919 19年まで在籍したが、チームメイトに八王朝を持ちかけたことが発覚し、追放処分となった。1969年に、 故郷のブロンクスで亡くなっている。1912年はメジャーリーグで正式に打点数の記録を取っておらず、リーグ最多打点は後年に試合記録から算出したものである。当初計算された1912年の打点数はジマーマンが99、ホーナスワグナーが102であったが、2013年に1931年、当時の打点記録ルールに基づいて計算した場合、 ジマーマンの打点は104でリーグ最多となるという見解が出された。この年ジマーマンは最多本塁打と最高打率を記録しており、打点数がリーグ1位であればこの年の三冠王となる。なおベースボールレファレンスはこれに基づいて記録を訂正している。ありがとうございます。